まずじゃあ順番にまず飛ばす順序ちょっとやってみてくれますか。エンジン始動から、エンジン始動からですと、まあここが一番メインのバッテリーのスイッチになりますんで、はい、これをまず入れて入れて、でエンジンプロペラ回すには、そうですね、通常ナンバー2からです ね, ですね、はい、なんでエンジンのスタートのセレクトをナンバー2にしますね、はい、ゆっくりって感じね、はい、ここですね、はい、でこのスタートをスタートにします、アップして、はい、スタートアウトですね、でこれを押すとイグニッション、押すと、はい、イグニッションで、ションで、はい、ここの回転系が回り出しますので、はい、プロペラが回り出すと、はい、プロペラが回り出す、はいはい、で1200から1500の時点でフューエルをオンする、はいはい、まあ、ナンバー2ですね、こっちですね、オンすると、ね、エンジン内に燃料が投入されますので、はい、そこで、あ、これフューエルのそうです、オンね、はい、オンオフね、はい、で燃料を入れて、ここの回転系がスタビライズすると、これがポップアップが戻ってきます、ポンって戻って、はい、でナンバー2のナンバー2がまずスタビライズして、でその次にナンバー1に行くわけですね、はい、でその時またナンバー1にして、うん、同じ手順でやっていくと、はい、で、まあ、油圧を、まあ、かけるときにはバイパスにしないとエンジンに油圧かかってますので、だそれちょっとやっぱりあれですね、 YS の独特のっていうのはあるんです ね, ですね、難しさがね、はい、立ち上げるだけでもね、そうですね、今の機体だとファデックなんかでもうボタン1個でポンですもんね、かかりますんで、うん、そういう面ではもうちょっと職人的な、うん、本当にまあ旧世代のっていう ね, うね、昔のね、はい、時代がかかってるやっぱり YS なんだな、はい、その辺はエンジンがかかりましたら、はい、まあ、次は通常でいうと、まあ、タキシングとかの操作になりますけど、ね、はい、まあ、この飛行機の場合ですと、あの通常グランドにいる時は、ミニマムポジションにあるとゼロピッチ、あ、ゼロピッチですね、全く推進力を生んでない状態なの で、ね、プロペラの位置がね、そうです、なんでこれをちょっと上げていくとこの PSI 上がってきますんで、そこで後ろにスラストが出ることによって角度変えて、で推進力を得てこう動き出すと、ただその、差っていうのが結構急に来るので、うん、YS の場合は、ああそうなんですか、なんでやっぱりタキシングは結構難しいっていうふうに聞いてますね、うん、はい、でしょうね、僕はやったことないんで、やったことあるんですか、いやないです、ないです、ね、そうですね、コパイでこの前、タキシングはしましたけど、あ、やりました、はい、やっぱり慣れないとできないんでしょうね、そうですね、でプロペラがやっぱりあのゼロピッチから、風をかくときにあの若干下がっちゃうんですよね、回転数が、ああの風、空気に負けて、あ、じゃあ角度によってか上げなきゃいけない、そこをちょっと押し込みながらやる、はい、そうですね、あ、うわ難しいわやっぱり慣れ必要ですね、はいはい、で、まあ、あとはラムエに乗ったらこれがパワーレバーですね、はい、でフルパワーでテイクオフなんですけど、まあ操縦桿が当然重たいんですね、重たいんで、本当にグッと上がっていく感じですよね、そうですね、なんであのエアラインの手順なんかを見ると、まあ、60要は60、はい、60ノットで、その動力の効果が得られるまでは基本的にコパイがずっと握っていて、ててで機長はこっちでパワーとラダー操作、ステアリング操作をやって、で60になった時点で変わって、で両手で思いっきりっていうような、本当よいしょっていう感じですよね。よいしょなんですよね。本当重いですね。もうよく人力飛行機とか言われますね。そうですね。もう本当でよく言われますけど、力が必要ですね。はい、であとはそうですね、今目に見えたところではもう大体ほぼ分かりましたよね、はい、まあ、これはラダーですね、ラダーのトリムですね、ムですね、はい、これはエレベータートリム、エレベータートリム、ラダートリム、エルロントリムですね、エレベータートリムって言うと普通の人分かんないですよね、多分、あ、そうですね、もうちょっと分かりやすく言うと、あと、まあ通常飛行機飛んでる時に操縦桿を要はちょっと引いてる状態、押してる状態で水平飛行が保ててる場合っていうのがやっぱあるんですよね、うん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 、あの、まあ下からの風、はい、上からの風ありますね、はい、そのちょっと引いてる状態を作ってあげるってことですね、うん、これをちょっと引いてあげることによって、はい、操縦桿をちょっと引っ張ってる状態を保ってるという、はいはい、まあちょっとしたマニュアル的なオートパイロットですね、そうですね、はい、とりあえずこれを引いていかなくていいわけですからね、はい、ここにもスッと安定させちゃうわけですよね、はい、
で他の動力系も一緒ですね。ラダーもちょっと右踏んでる状態を作ってあげるとか、はいはいはい、エルロもちょっと切ってる状態をこれで安定させるわけですね、はい、そうすると絶えずやらなくてこれで安定するわけですよね。で風かなんか変わってくれば当然またこういじんなきゃいけない。常にそのニュートラル位置っていうのを自分でこう作りながらですね、はいはい、あとそうですね、目指すところではこれはレディオコール割と面白い、ね、面白いっていうかこれはここら辺がやっぱりこの YS が一番最後まで割と飛んでた機体なんで、オートパイロットとか、FMS ようなものがちょっと後付け、後付けなんだ、はい、であるっていうところですね。この機体特有といえばこの辺ですよね、はい、ああなるほどね、はい、でオートパイロットはね、まあ、ここにつながってますからね、はい、なんでまあランディングの時とかはもうオートパイロットで最後まである、程度進入して、もうここをポンと押せば解除されますん であとはここからマニュアルで、マニュアルで切り替えると、はい、まあここはもうわざわざしなくていいってことですね。でもここら辺はもうラジオ無線機ですし、はいですね、まあ、エンジン系 と飛行系機ですね、高度系ですよね、はい、ノットスピード系とかですね、大体 そんな感じですね、はい、で上の方はもうフュエルのコントロールとかになりますので、ははは、燃料のポンプであったりとか、はい、インバーター、あとはここはデアイスですね、翼に氷がつくのを防ぐ、はいここら辺なんで、結構古い飛行機なんでごちゃごちゃしているように見えるんですけど、まあ基本的なことしかついてないので、うん、そうですね、覚えるとやっぱり小型機から入りやすいのかもしれないですね、はい、確かに今の新しいのはもうね、そのモニターに集中してデータが全部出てますよね、それを切り替えてみる感じですよね。そうだから慣れないとダメですよね、はい、本当スマホみたいなもんですよね。ああそうですね、はい、ピッピッってやって画面はもう1個でそこから選んでいくみたいな感じになるんで、データすらもうこれじゃなくてね、スティックだったりね、そうするわけでしょ、はい、もうすぐそこにありますけどね、訓練場が、はい、こんな感じですね、はい、でこれはまあエマージェンシーのエンジンのあれですね、カットオフするやつです、はい、事故の時ですね、はい、でまあそうですね、これがギアアップですし、はい、あそうですね、はい、これ肝心なギアでしたね、はいはい、アップですね。でちょっと面白いのがこれがフラップですねもうセスナのような、あ本当ですね、はい、押してる間だけ下がり続ける、あなるほど、でインディケーターを見てそこで止めるっていう、アップだけは最後まで、はい、上がりますけど、あれは下ろすのは押してる間だけ下がると、そうですそうです、うん、あんまりこれやってるの見たことないな。そうですね、航空会社によってもちょっと仕様が違うみたいですけど、で多分そうだと思いますね、はい、これはなかなか、これ機体古いやつだから、そうですね、そうですね、で、YS だとあとウォーターメタノール、あまあ、ここら辺ウォーターメタノール、それ入れなきゃいけないんですよね、はい、もう今の飛行機だと、もうとんでもないですね、はい、もう日本で手に入らないからですね、ウォーターメタノール自体が、じゃこの辺の言ったって分かんない人は分かんないですよね、そうですね、ウォーターメタノールってわけでね、まあ直接エタノールでエンジンを冷やすっていうのが一番簡単なんですけどね、でパワーを上げるっていうことですね、はい、であと YS だとさっきグランドだとゼロピッチでっていう話をしたと思うんですけど、はい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 、フライトのしてる時に一番引いた時にゼロピッチなど危ないじゃないですか、なんでこれがフライトモードになってると、自動的にフライトになるんですよ、ちゃんと上がっていくんですね、はい、あなるほどね、飛んでる時はフライトモードになるんですけど、その時に一番ミニマムに下げてもゼロピッチにはならない、はい、若干スラスト運転、まあ、そのための工夫ですね、まあ、これがあと面白いですけど、それ何でしたっけ、今の飛行機だとスポイラーとかなんですけど、これはちょっとしたオーパイみたいなもので要は名前なんて言うんでしたっけ、これ動くじゃないですか、はいはいはい、でこの回転数でもし止めたいってなったらこれをすると固定する、はい、ああすごい、そうなんだ、あそうなんだ、原始的ですけど、まあその回転数で止めるためにロックするっていう、あ面白いですね、はい、なかなか僕もこれ最初見た時に、何かのかっこいいなとか思ってたら、うん、ただのフリクションロックっていう、フリクションロック、はい、ここら辺はもう初めて見ましたね、名前なんて言うんだろう、僕はあんまり意識してなかったですね、それ、でもセスナとかだと、セスナに乗られてます、はいはい、はい、スロットルを一番押して、でここをクリクリと回すと、そこでロックするんですよね、閉めて、僕1号2だったんですよ、はい、そうでしたっけ、ついてます、ついてます
だから本当小型機の考え方です、ね、なるほどね、はい、今の要は最新型だと回転数っていうのはもうオートスロスとピッと押すと、速度に合わせて勝手にこれが動くっていう感じなんですけど、これはもうここで止めちゃうっていう。なるほど、はい、面白い面白いですね、疲れますよね。疲れますそうですね、近いですね、はい、うん、なるほど、はい、いいですね、これがマイクですね。そうですね、はい、押して喋る、押して喋る、はい、あとこれがあのご存知ですか、確か聞いて知ってたガストロックでしたっけ、はい、今これ動かないのを、はい、これを外すと動くという、はいはい、これも原始的ですけどね、原始的ですね、はい、これで止める、うん、あ、そうですか、はい、そうしないとまあ風で動いちゃうということですね、はい、うん、あ、確かにそうですね、教訓の時なんかきちっと止めておかないと壊れますもんね。まあ、結局直接ワイヤーで動いてるのでってことですよね。今はもうフライバイワイヤーで電子化したデータが直接動力に行くんで風で動いてもこっちまで関係ないんですけど、はいはいはい、ワイヤーで動いちゃうんで、はい、あ、これは気象とかの情報とか、まあ、あのついた例えば羽田に着陸して、羽田ってすごい誘導路が複雑なんですけども、そういう地図をつけといてそれ見ながらとか、あとまあ通常フライトは計算しながら飛ぶことが多いので、風の計算とか、あと管制官から入ってくる次の周波数をメモして、ちょっとメモしてね、はい、うん、聞いた周波数メモして、ここで周波数を変えて確認して喋ると、そういう感じで使ったりはしますね、ここ自体。これはオリジナルにはついてなかったんだけど、結局後から全部つけてますね、どんな機体もつけてますね、はいはい、まあ、ここも似たようなもんですけど、こっちが地図とかつけてた可能性ありますね。大体地図でしょうね、はい、でこっちはやっぱり計算とか周波数とか書きたいので、まあ、これはもうセスナとかでも当然ついてるものですからね、フライトには必要なものなんで。